井川と言います。衆院解散について伺います。総裁選を得て総理大臣に就任された場合、国会で所信表明あるいは代表質問に臨む考えは終わりでしょうか。衆院解散については11月7日や11月14日の投開票日が有力な選択肢となっていますが、河野さんの解散戦略をぜひお聞かせください。私もそれなりの自信を持ってここに立っておりますが、今のご質問にすらすらと答えるほど自信過剰ではございません。